はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はエボンドームの激戦、再び FF10 のキャラクターのみを使いまして、ユーナレスカカンスト攻略解説やっていきたいと思います。しかもストーリーキャラ縛りでやっていきたいと思います。先制の雷攻撃は、アーロンだけ若干 95% と雷耐性足りないのでダメージをもらいました。ルールに関しては物理回避が 60% ありますので、雷耐性低くても回避することができました。まずは1ターン目、100チェイン達成させていきましょう。リュック LB が27ヒットありますので LB を選択。ユーナ、青の波動をセットしているのでグループ16、そしてワッカートリプルを使ってグループ16で、ルールも同じくトリプルを選択したグループ16で、まずは100チェインを達成させていきましょう。ヒーラー裏からスタートして絶対に勝つっす。 LB の威力加算の1万を入れていきたいと思います。そしてアーロンは一旦防御させておきたいと思います。いやーこれねー、ずっとやりたかった。ユーナレスカボスって聞いてから必ずやるって思ってたんだけど、先制攻撃どうしようかすごいね考えました。さあじゃあ続いて2ターン目はティーダー、ユーナのネックレスのレベル2をつけてますので、祈り子の祝福レベル2発動させていきましょう。4ターンなので、ダメージターンの5ターン目まで持つようになっております。で、アーロンはここで一旦 LB 使って、風の 140% のデバフを入れていきましょう。続いてユーナ、LB を使って、アンデッドキラーの160、LB の威力加算の3000を入れていきたいと思います。で、ワッカは、まあ、特にね、やる子必要はないんだけど、せっかくなんでアタックリール使っておきましょう。で、リュック、ルール共にやることがないので、防御しておきたいと思います。ワッカのデバフに関しては、最後ルールがどっちにしろ入れてくれるので、特に気にせずやっていきます。で、そしたら次、敵の攻撃は、引き付け回避 100% のワッカに飛んでくるような形となってます。雷のデバフされてしまいましたので、次、大きなダメージをもらわないように、魔獣の雄たけびを使って、ワッカについた雷デバフ消していきましょう。そしたらワッカの雷耐性は、100オーバーとなっております。続いて、3ターン目。そしたら、ユーナ、ダブルを使って、バサンダガとバオタガ使って、水と雷バフをつけていきましょう。アーロンは適当に幻獣を召喚。ワッカはやることないので、そしたら、万能薬を使って、暗闇解いておきましょう。で、ティーダとルールはここで自己バフをかけていきましょう。継続が3ターンなので、発動タイミング気をつけてください。まあ、わざわざ天縛りでやる必要はないんだけど、もしね、これちょっと見てやってみようって思った方は、ルールとティーダの自己バフのタイミングが3ターン継続なので気をつけていただければと思います。そしたら、ここはすべてダメージレジストという形で切り抜けました。で、ラストのダメージに関しては、ハリマンボンで無効化することができますので、ハリマンボンを使っていきます。ちょっと演出が見にくいから、リュックあえてスーパー LB を使って、このモヤモヤを取っていきます。で、ユーナ、BS をして LB 準備をやっていきましょう。ダブルを、トリプル使って、杖デバフ。で、適当なアビリティ。そして、私は飛べる。祈り子の祝福は2個、重複しませんので、やる必要はありません。で、アーロンは自己バフ、ガードの本領を使って、風の 50% の威力アップ、ステータス、LB バフをかけていきましょう。今回、10のキャラクターはやってみて、バッファーがいないね。そこがちょっとネックでしたね。で、これが俺の物語だ。LB の威力加算の8000を入れていきましょう。で、ルールはもう LB 使って水のデバフと1キラーをあらかじめ付与させた状態でやっていきたいと思います。特にね、アーロン結構発動が遅いので、先にね、押す必要があるので、ここでちょっとでも、まあ、ダメージ入れておこうかなと思います。まあ、1キラーを先にっていう感じだね。で、そしたらラスト5ターン目。この供給手はハリマンボン分身で無効化できました。で、リュックはもうやることがないので防御。で、ワッカは、今回クポの実を使って、ティーダに付与していきます。やっぱルールーとワッカ並んでんのいいよね。ちょっとなんか意味深なことを言いますけども。で、ティーダ表の LB、ユーナ、シューティングパワー、アーロンは、新、神風使っていきましょう。で、タイミングはやっぱアーロンが一番遅いんで、アーロン押して、ルールーの2秒後ぐらいにティーダなので、ちょっと集中していくと、トン、トン、1、2ぐらい。多分、こんぐらいで、ルールーとティーダがいい感じでチェインしてくれる。うん、今いい感じでチェイン入ったね。で、そしたら55がフルチェインで、最後34ぐらい入ったの多分ティーダだと思うから、これ多分余裕、いやーどうだろう。結構、これね、カツカツなんだよね、割と。
したダメージは、あ、結構余裕でしたね。125億ということで、ユーナレスカ無事カンストフルスコア攻略できたんじゃないかなと思います。素晴らしい。さあダメージを見ていきましょう。ユーナめっちゃダメージ出したね。32、これはかなり上振れしました。そしてティーダが67、アーロンが22、そしてルールが 55.9 億となっております。いやー素晴らしい。これはマジで素晴らしいですね。じゃあ装備の紹介をやっていきましょう。まずユーナ、ユーナは表の装備は最強精神雷で青の波動をつけておりました。で、続いて BS5 は、精神の値が9200でマスクラ入れてます。だからユーナに関してはこのパーティーでやるならマスクラなくても余裕でしょうね。で LB と幻獣がマックスで、召喚がマックスで幻獣ダメージは295の装備構成とアビリティ構成となっております。でビジョンカードは異界送り。続いてリュック、リュックは最強精神雷で魔獣の雄たけびをつけております。特に気をつけた点はありません。もう最強精神雷、これね、これだけとなっております。で、あとは髪飾りつけて状態異常無効化にしたぐらいですかね。で、続いてティーダ、ティーダの裏は最強精神雷、これだね、これで組ませて、あとは自身の、スパトラをつけてるというような形となっております。続いて表、表はアビリティ、ブグ倍率、LB、人、アンデッドは全てマックスの装備構成とアビリティ構成となってます。もうガッチガチのティーダですね。で、ビジョンカードは最強の戦士の誕生。続いてアーロン、アーロンもガチガチ、アビリティ、ブグ倍率、LB、人はマックスでアンデッドが250となってます。最初の攻撃を防ぐためにクワールヘッドでプラス雷を 50%、 そして竜の紋章回で雷 30%、 幻獣の効果でプラス15で 95% の雷耐性となっておりました。そしてアビリティはこんな感じに仕上がりました。そしてビジョンカードはこれはお前の物語だ。続いてワッカ、ワッカは最強精神雷で組んだ後で、回避率引き付け率を 100% に調整しました。そしてハリマンボンを採用という形にしました。まあ最後ここはリュックにハリマンボンつけてもいいのかなと思います。雷耐性に関しては幻獣含めて 145%。 ラストはルール、ルールはアビリティ、ブグ倍率、LB、人、アンデッド、すべてマックスの装備構成。こちらもガチガチですね。特に、ビネラのスパトラを採用してマンイーター回をつけてるような形となっております。そしてアビリティの方はこんな感じとなっておりました。ビジョンカードは聖ベベル級の突入となっております。いかがだったでしょうか。 FF10 ストーリーキャラを使ったユーナレスカのフルスコアカンスト攻略解説。皆さんもぜひストーリーパーティーで遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。